光沢が美しく鮮やかな彩り、気品のある顔立ち、三好人形。広島県三好市東海地南にある三好人形窯元。ここでは広島県指定の伝統的工芸品である三好人形が今も作られています。三好人形は寛永年間、三好初代藩主浅野長春公が江戸浅草の人形師を連れ帰り、家臣が一子儲けるたびに祝い物としてこの土人形を送ったのが始まりと言われています。三好人形五代目工芸士の丸本隆さんにお話を伺いました。三好人形のはね、粘土でできてるんですよ。非常にね、素朴なこう材料でできてるんですけど、それ非常にね、できた時には非常に艶やかで、非常にこう綺麗なものに、こう仕上がっているわけですね。まあそれが一つの大きなこうなんかね、素朴さの中にこう華麗なるものということで、非常にそこが魅力なんじゃなかろうかと思っております。三好人形はね、代々今のこう伝わってきまして、三好人形を作る技法とか技術、これもね、段階でいろんなこう磨きがかかってきたものになっておりますので、まあ、それをね、現在どのように生かして、また買っていただく人に、まあ、どのように喜んでもらえるかなということを考えながらね、やっていきたいと思っています。時代を超えて脈々と受け継がれてきた職人の技、この三好人形が実際どのようにして作られるのかご紹介しましょう。5月から10月の間は人形を形作る型作りが行われます。およそ100種類ある型に精製した粘土を押し付け、均等な厚さになるように伸ばしていきます。型から外し、前面と背面の粘土型を合わせ形を整えた後、乾燥させた人形を800度から1000度の窯で約10時間かけ焼成します。11月から4月は色付けの時期です。にかわで溶いた液に人形を浸して下地を作り、顔や手足の光沢を出す部分に顔料を塗り重ねます。顔塗りが終わると、柔らかい布などで磨いて光沢を出す磨き出しに入ります。磨き出しが終わると、いよいよ彩色の作業に入っていきます。やはり顔の部分になるかと思います。まあ人形によって、まあ男物、女物、色がこういろんな種類があるわけですけど、まあそれぞれの人形に合わせた表情を作るということが、まあ一番こう難しく、まあ気を使っているところだと思います。目描き。三好人形は顔から彩色していくのが特徴です。この工程では目だけでなく、顔や髪の生え際なども描きます。全神経を筆先に集中させ、少しずつ描かれる顔、人形の表情に命が宿っていきます。色付け。薄い色から濃い色の順に彩色していきます。色付けした上に、艶出しと表面保護のためのにかわを塗ります。にかわ塗りが終わった後、最後に模様を描き込み、
いよいよ完成です。完成した三好人形。大きく分けると三好人形を象徴する天神、日本を象徴するものを優しく抱え、誕生した女児が美しく、そして優しく成長することを願う気持ちが込められている女物。男児の惜しい成長を願って作られている武者物の3つに分類されます。私も今こうして三好人形をやって5代目になる、わけですけど、まあ、そうして、まあ、中継ぎとして、頑張ってきたわけですけど、まあ、幸いにも私の方には息子は人形をやってやるということで、今一生懸命修行しておりますので、まあ、一番いい状態でね、バトンタッチできるように今から一生懸命ね、指導をしていっていこうと思っています。古くからこの地域では子どもの成長を願い三好人形を贈る風習が今でも残っています。この三好人形を作る職人の技は確かに今に伝えられています。これからも広島を代表する伝統工芸として後世へ受け継がれていくことでしょう。